怪獣は止まってまなぶくんの方を向いた。もう逃げなかった。僕、言い物怪獣ボンタです。どうぞよろしく。14がないね。大丈夫、14。よく知ってたね。トマちゃんの誕生日14だね。すごい、タッチャよく知ってたね。3月14日だもんね。タッチャの誕生日は、タッチャの誕生日 何月何日教えて。タッチャ何月何日ね。14あるね。タッチャ何月何日。平成11年10月12日よかったね。10秒ぐらい、ちょっと安心した、よかった、手が見えたんだよね。あれ手だった、見えた見えた。で、これがヨーマック、これが、これがいずれこのことくっついちゃうんだよね。うん、OK、はい、ウテウスの前にね、ダルムが来ちゃってるからね、チョンパイやりにくいね。やってもいいよ。いや、いい、もう十分情報を得られた。いいね、やっぱりちゃんと動かして動かしてる。よかったね。順調ですね。10月3日でいいと思うんだよね。あ、そうですか。今週両親来たら見てあげよう。見てあげようか。うん、喜ぶよ。ここに来て。あ、ここで、ね、そうね、どっちでもいいよ。でも、土曜日他の先生とお嬢さんに。うん。あ、いいよ、うちで撮って、あのビデオ。撮ったのでいい。うん、いいよ、いいよ。じゃあ今日は12週、そうね、12週ゼロ。うん。うん、もう安定期だね。そうね、男の子みたいな感じがするね。ねえ、なんかそんな気するね、うん、なんかえらく活発に動いてるし、うん、うわね、うん、元気でしょ。ほんとだ、携帯的に異常なさそうだ、うん、よかった。そう、異常がないのが一番。万歳してる今万歳してる、手を動かして、うん、もしもし、あ、冬美ですけど、こんばんは。あの、え、届きました、ありがとうございました。あ、はい、あ、はい、あのお守りや、あのマタニティの、あのドレスも入ってまして、いろいろと。ちょっとやっぱ別件だからにくいな、こういうの手。あ、ほんと、ちゃんと指もあるね、うん、ちゃんと指もある、うん、ここ困りそうね、うん、よかった、印象があって。ありがとうね、なんか。ここで買ってきたって上の方でしょ、うん、下が痛かったわけじゃないよね。違う違う、多分満腹になってでしょ。満腹になって、うん、だからしまったなと思って。まあ、いっぺん、うん、眼鏡で手術、尿検査してもらってもらって、うん、BUN とクレアチニ、そうだね、うん、ありがとうございました、うん、じゃあ、家帰ってゆっくり休んでて。すいませんでした、遅くなっちゃって、ご心配かけちゃって、うん、すいません。
福井が78か110だから、どうでてなんか収まりが悪いと思う、うん、そうでしょう、なんかずってくるみたいな感じがしちゃって、ね、うん、じゃあもうちょっと大きくなってから、うん、ね、一応でも5ヶ月の犬の日にしなさいと言われたんで、うん、ちゃんとしました、うん、今日はい、もうすいません、お忙しいところありがとうございます。いいですね、先生、いい写真ね、この赤ちゃんの写真見せてありがとう今日座れなかった朝、うん、やっぱりね、ちょっと判断時間はダメだね、うん、あ、ごめんね、しょうがないよ、やっぱり早く出るパターンをこのまま続けた方がいいね、あ、で、向こうで時間が余ったら、ま、なんか本読むとか、うん、明日は何時くらい出なきゃいけないの、うん、7時くらい、え、そんな早く、8時半に集合って言われたから1時間半かかりそうだから、じゃあその日は休めないじゃん、うん、ちょっと土曜日は普通に働いたぐらいで、ほんとそうだけど、まあしょうがないな、日曜日ゆっくりする、うん、お腹はだいぶ大きくなってきたけど、お姉ちゃんの手紙にまだまだです、もっと大きくなりますって書いてある動くのも嫌になるね、これ今でも自分の穴が見たらさ、こんなに大きくなっちゃったなと思うけど、もっと大きくなるんだよ、だって今赤ちゃん1キロだからさ、3キロなんだもんね、うん、お姉ちゃんも帰ってる親になって初めて親の気持ちが分かるというのは真実ですって書いてある、私自身子供の成長の節々であの時自分の親はどう思っていたのかと考えますって書いてあるよだってコンビニに毎朝行って、うんうん、そうね、牛乳を買って、そうね、合間にお茶の代わりに牛乳を飲むようにしてんだけど、うん、そうね、うん、でも頭は下の方がもう大体、うん、28週だね、だからもうちょっと先、まだ動くかもしれない、うん、よかった、赤ちゃんだ、うん、なんか赤ちゃんに励まされて生きてるみたい、私は、うん、お母さん頑張ってって言ってるみたいな気がして、あ、本当計測してみていい、うん、マイナスくらいだね、うん、そうだよね、フロントはマイナスだね、うん、はい、うん、あった、一応なさそうで、うん、個体満足そうで、うん、まあもう大体骨格できてるから、うんうん、あの骨盤になることはもうほとんどないと思っていいね、じゃあよかった、うん、普通に形質分娩できそうね、うん、やっぱりブドウ取られちゃってる、ブドウ取られちゃった、ご飯食べたばっかりからこれかな、それにしてもなんか出ちゃった、本当だ、たくさん出ちゃったね、あらららら、なんで大丈夫かな、ねえ、体調の異常なきゃったらそんな出ないよね、いくら食後でも、うん、あれどうしちゃったのかしら、いよいよ明後日だね、明日はご両親も向こうにもう入るんだよね、うん、そうそう、うん、いつの間に別件になっちゃったんだろうね、本当ね、まあホテルでゆっくり休めた、うん、休めたよ、1週間前には遠いだったね、うん、一応ちょっと早めに直してもいいから、そうよね、うん、今日帰ったらちょっとやってみて、うん、じゃあやってみる、うん、昨日もらってきたんだ、うん、昨日ね、そうなんですよ、びっくりしちゃったな、これはね、うん、病棟の看護師さんたちがみんなで指揮士とか、うん、あとはなんか外来のね、うん、看護助手さんをなんかわざわざ、うーん、そんな何もね、うん、してないのに、うん、お手紙までそれとか、うん、すごいなんか感激してしまった、うん、昨日は眠れました、うん、あの後は何もなかった、あ、そう、うん、お産が一件あっただけだった、昨日は、うん、こちらにまっすぐ行っていただきますと、うん、小安神社っていうのがもうすぐそこのところにあるんです、あのアスファルトの道、うん、え、そこが何段の、はい、神様になりますので、はい、またご主人様とゆっくりお参りになってください、もし今からでもよろしければ、まあ、あとみんな帰るだけですので、あ、はい、あ、寄ってます、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、どうもありがとうございました、ごゆっくりどうぞ、はい、ちょっ
ょっとワンちゃんの行ってみようか。子供に見せようかね。もし物心をつくようになったら、伊勢神宮に行ってお参りしたんだって。ちょっと私もお参りしといていい？あ、持っとこうか、荷物。いい、持つよ。先生の分までと思ってお賽銭が出たつもりなんですけど、いや、それをもっとみんなよくやってられるなと思って、ね、私なんか最初でこんなね、なんて最初やからよくやる。あ、そうなんだ。慣れてくるから、慣れてくるから。最初はみんなね、やっぱり不安なので、やっぱりそうね。あれは？どうも、ね、また楽しかったね。本当気をつけて。160だね。はい。52キロ、うん、じゃあまた帰ってて、うん、ゆっくり休んでてね。はい、ありがとう。うん、しました。うん、うん、じゃあ体操はしなくていいからね、もう、はい、うん、それじゃあね、ありがとう、うん、寂しい。そうね、34年間の山本でしたからね、うん、9月3日の朝には出発するって言ってましたから、お昼ぐらいに着くと思うんですね。荷造りは2日の日にも全部やっちゃって、トラックに全部積み込むそうなんですよ。ちゃんと5本あるわ。台湾はここにあるね。いい場所。うん、いい場所。やっぱりタンパクはプラスマイナスかな。あ、本当。あとは全部。マイナス。うん。うん、あ、例えば、うん、このまたはお金とか、うん、お団子持ってきといて。あ、本当。うん、あそこ到着して。あ、ありがとうね。うん。じゃあね、それじゃあね。うん、で、名前は高明。と、うん、としゆきがいいって言ってた、あの中で選べっていうなら。うん、ってうん、まああとは自分たちで考えなさいって、うんうん、まあ一文字じゃない方がいいんじゃないかとは言ってたけど、うん、私は一文字がいいかなと思ってたけやっぱり2300、2400の間だね、今。うん、そう、正常な大きさだね。6.5 キロ、じゃああと 1.5 キロ以内だね。そうだね。うん、やっぱりちょっとのらくらして、美味しいもの食べたから。うん、まあしょうがないね。はい。うん、そういえば、日月と天気はそうですね。うん、あ、本当、うん、じゃあどうする、三つ峰行く？先生、山登ってこられたら。うん、まあもうちょっと天気予報見て感じするわ。うん、今のところ良くなりましたよ。もうちょっとそこにいて、うん、ちょっと今のところにいて、あ、まあいいや、そこでも、うん、これでとうとう最後になっちゃったね。うん、そうだね。
3095の持ってくるね。ちょっといい、どこかで聞いてみていい？うん、まあ、じゃあやっぱり10月4日とか出るから、うん、大体やっぱり10月3日前後だね。うん、まあだけど準備状態はできてるよ。うん、うん、じゃあ、うん、じゃあこれでいってことでしょう。 ありがとうございました、うん、まあ胎盤の機能としては問題ないってことは分かったわ。あ、胎盤の世界が、うん、このモニターでリアクティブ普段だからね、アクセレーションが20分に2回以上出てるから、今も出てるね。うん、うん、じゃあいつ起こってもおかしくないんじゃないか、うん、そう、誘発はもう可能な状態になってるよ。あ、本当、うん、じゃあ誘発しなくていい、まだ、うん、41週になってないから、うん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 、まあ元気だからいいよ、経過見てて、うんうん、目のあたりはそっくりだよ、ちっちゃい頃に。待って、意地悪。怪獣は止まって、まだ僕の方を向いた。もう逃げなかった。僕、いいもの怪獣、ボンタです。どうぞよろしく。14がないね。14、よく知ってたね。トマちゃんの誕生日14だね。すごい、タツはよく知ってたね。3月14日だもんね。タッちゃんの誕生日は？タッちゃんの誕生日何、何月何日？教えて。タッちゃん何月何日？ね、14はあるね。タッちゃん 何月何日？平成11年10月12日。ともちゃんは優しいね。